正雲寺は、東京都渋谷区広尾五丁目にある、臨済州大徳寺派の寺院。3号は、随仙山東京メトロ、日比谷線広駅資金、広尾商店街月あたりに位置する。渋谷区第一の巨殺であり、江戸時代初期に、筑前福岡藩主、黒田忠之が、黒田藩赤坂江戸中、屋敷内に、父の黒田長政を弔うために建立したのが始まり。以後、 疲労に、寺地を移転する。福岡藩や黒岳に、縁のある数々の大名家や、武家の母所となっていることで知られる。祝前福岡藩二代藩主、黒田忠之が、源那九年赤坂ため池の福岡藩中屋敷内に、江戸における黒田や菩提寺として創建された。当初は、長政の改名より、流国山幸運寺と号した。 長政が生前経営していた京都大徳寺の164世、十字、留学修、留和尚を解散とする。江戸時代を通じて、関東における道派の最高維持員、触れ頭であった。境内裏手墓所には、屋根で覆われた黒田長政の6メートルほどの巨大な墓標があり、渋谷区指定史跡となっている。その他、長政の性質、大鈴院栄姫、即女亀子姫など、 黒岳と道家に連なる人物の墓所が多数ある。寛永6年8月、麻布一米町に新地を配慮し、移転、随仙山将軍寺と解消した。明暦2年2月28日、麻布一米町畑山や屋敷となりに抱え地を求めており、これが旧地とも言うが定かではない。また、関西帝府今王子摩擦には、寛永年同家が配した屋敷を、 随仙参昇運寺としたとあり、移転には、幕府以下に今工事へは深く関わっていたと考えられる。留学以来歴代の住職は、京都大徳寺に住していたが、漢文7年からは、達中系特意及び冷戦院から、各年輪番で務めることとなった。漢文8年大化で累勝し、郊外下渋谷村の現在地へ移転した。周囲は大ね武家地であったが、門外には、 アザブグ村町大地町が起立した。明治元年上野戦争が勃発すると、幕府陸軍をくずめ渋滞はこれに抗して、昌雲寺に参集したが、5月15日の将棋大撃滅に伴い、翌日日向田佐渡原藩、伊節藩兵が到着した頃には撤収しており、戦火を免れた。住所としては、豊玉郡渋谷町大アザ氏も渋谷に属し、境内がそのまま阿ザ。 新地を構成した。明治10年、昭雲寺持ちたちに、臨戦小学校が起立、翌年校舎を構えて独立した。昭和29年8月14日朝、渋谷区特殊小学校1年の児童により、本堂が放火され、全焼した。昭雲寺は、筑前松平黒岳の菩提寺であり、歴代徳川将軍に単独越見できる、独殺の格式が与えられ、かつちょうど、 目黒方面へ向かう江戸市街の出口に立地していたため、将軍や四次の高刈りとしての休養の際、多くの来訪を受けた。七代目、藩主、黒田春行以降、松平黒岳は事実上の徳川家一門となり、以降もより多くの将軍家の家族が訪れた。御三京一橋家歴代当主の来訪は、特に多く、徳川家と黒岳の縁を物語る。 以下の来訪が寺の記録に残されている。これらは残ってる一部であり文政七年大火での類勝を機にと抱いたが、あとも多くの徳川将軍が来訪した。同時境内に残る、上がりえ冷泉院、降林院は、江戸時代を通して、昭雲寺の達中であった。現在は、昭雲寺からは、独立しているものの、関係は深く現在も移転せず昭雲寺の境内。 三門内に立地している。また、堺外には、天正案が現存する。慶安二年麻布日が久保に創建。解散具形、総里氏は、昭雲寺二世位、木王宗園の司法漢文八年大化に遭い、当時に移築された。その後、上がり江寺と合わせ寺されたが、明治まで、一般的には両寺が並存するがごとく、扱われていた。 両寺の段下武蔵岡部藩安部家と、品濃飯田藩堀家への配慮と考えられる。明治19年慶徳寺の名称が廃され、上がり江寺に統一された。三門を入って、右手にある。漢文元年、下津家カラス山藩主、堀近鎌を、会期、将軍実勢隆武の司法戦挙を将を、解散として、那須郡カラス山城外に混流された。漢文12年、 堀家の品の飯田藩への転法に伴い廃され、後に、慶徳院内に再建された。その後、慶徳院と合わせ寺となった。なお、境内の首郎名によれば、初代の首郎は万治4年5月に、堀近政が父、堀新領の25回帰に寄進したものというから、実際の根流年は、同年の5月以前となる。文化財外部リンク3本を入って、左手にある、 漢文九年出雲広瀬藩主、松平金栄により、将軍寺内に建立された。海山は、将軍寺二世、木沖縄の司法、徳峰宗悟。霊戦の名は、動員所蔵状況を三年徳峰沈僧に見え、当初から霊戦員を称しているが、俗江戸砂後、海西新編江戸市では、霊戦員の代わりに、流行員の記載がある。霊戦員を意図して誤ったものか、 それとも流行院という別の達中が存在し、霊仙院を移動したものかは定かでない。昭和には、昭雲寺境内は、大半が、豊文町となっていたが、霊仙院のみ、元広町に属した。文化財三本を入って正面にある。漢文五年三河を牛藩主、松平の次が父、小松平新人のため麻布小山に創建した。海山は、 慶徳寺海産具慶宗佐都市の司法、税山宗信。陰号は松平真嗣の法名に由来する。漢文八年大化により、境内に再建された。大正八年、扇路道によって作られた茶室雲、中庵がある。文化財外部林区間永年間、昭雲寺二世、木王草園が隠居し昭雲寺境内に設けた春、大空庵が禁言とされるが、しかしながら、 俗江戸砂後、改正新編江戸氏では、昭雲寺末寺として、天滑ラインと春大空ンが別個に挙げられており、その後天滑ラインが春大空ンを合わせたとも、考えられるが、不明である。維新前後に廃された。俗江戸砂後に、共通案、改正新編江戸氏に末う案とあるものと同一と思われるが、いずれが正しいか定かではない。元禄八年、冷泉院の解散。 徳峰総合により混流された。維新前後に敗された。元禄二年冷戦院に成功会、総伊佐により混流された。維新前後に敗された。正雲寺からは離れて、広尾一丁目一番三十九号に位置する。当初は本所柳島長寿寺末寺であり、官方二年十二月二十八日氷に末寺となった。 天明7年降臨院当天から弟子名立にに付属され、天寺となった。天保13年、下渋谷村名裁書では、大見国高の永元寺末寺となっている。昭雲寺裏家には、随戦三墓地があり、旧達中のものも合わせて、初代名家や、名士の墓が林立する。AB 江戸名所図 ABCD、渋谷区八戸 ABCD、B C D 自社書状ハット ABCDEFGH、新州渋谷区市、正雲寺放課は12少年読売新聞賞は29年11月4日、有刊 ABCDEF 渋谷区、区指定文化財。ありがとうございます。